千に余命宣告、余命宣告何ヶ月？だからあの俺は過ぎたの自分がいいというか、うん、あの伸びとるわけね。まあいずれにしろ賞味期限だからさ。もやもやもしない。いやもやもやしてみたいと思うぐらいは。そう。はあ、ちょっと変じゃないか逆に。待ってく、待ってく、待ってく、待ってく。ああそうだ。와차에이슬습기현재시간은오전6시40분인데요저희는오늘미에현에서기우현이라는곳으로갈겁니다아직7시전인데차가꽤많이막힙니다기우현에가는건친구집을방문하기위해서인데요그전에미에현특산품을사러왔습니다여기서만드는데요?라고했더라네그렇습니다앙코도전부여기서만드는데요라고했더라나가모찌라는팥떡을샀어요아래?저거야?마그로레스토랑맞아?응시간은9시가안됐거든요이시간에참치를먹다니왠지이시간에먹는음식으로적합하진않은것같은건나의고정관념이겠지우리가첫번째손님같은데에이양맛있어우와에료もしご飯残したらこれ包んで持って帰ろうこれにおにぎりにして持って帰ろう밥이이렇게자동으로나오는거처음봤어응응응맛있다おいしい。これ500円安いな。やばくない?ん?よかった、マジか。ん?ん?これめっちゃうまい。わー、美味しい。재미있었어。言うとるやん愛知県入りましたよってこれからまだ2時間半行かなあかんからもう1時やな6時半に出た今ただ時間半運転하고있어고마워こいだわったあの辺かなあれじゃない記憶맞다면조금더내려가야돼이집인가?응?여기住んどったっけ人결국차로위치를찾아보기는무리가있다고판단을해서제가차에서내려서걸어서집을찾기로했습니다어?찾은것같은데?이집이다기마시다요아!하하하!久しぶり!何やった久しぶり元気で새님과는11년전방콕여행자거리국수집에서처음만나2년을이어오고있습니다최근까지홀로중앙아시아를여행하고귀국한그와우리가귀국한시기가맞아서그의별장을방문했습니다このじいさんにさ、このじいさんが来てくれるらしいよ。うちらどこで寝ればいい?ここ?この部屋。前もここで寝たんじゃない?よし。お母さんもさっき洗っといたから。ええ。たつ。はい。あの、持ってくればいい?あ、いい물은、물을틀어놓은게아니고요。산에서내려오는물이라서계속이렇게흘러나옵니다만약에여기물이멈추면산위로올라가야돼요나가모찌먹어본적있어?아는데서시럽때나가냐안가그래그래스키스키야나프라스인다그래그래미에노토모나치모르노다만히산요かったよかった모찌와나이요나나가모찌이다이키마스どうぞどうぞ
割伸ばしたら足が折れんだ。ほんでこれ座っていい、全然いいよ。うんうん、全然全然そう、座って座って気にしてない、気にしてない、座って楽にして。あの今何歳？88やろ。88だね。食欲あるで、まだまだ生きるわこれ。いけんいけん。78食うとずっと回っとったの、ね、見たよ、中央アジアやろ。そうそう、すごいよな。ウズベキスタン行って、タジキスタン行って、アゼルバイジャン、ジョージア、アルメニア。全部行ったことないの。それから、あ、そうか。全部行ったことない。中央アジア行ったことない。どうやった？よかった？いいだ。あ、そう。インドになったら、うん、最近。うん。何してんの？フェイスブック。フェイスブックで確認したの？うん。どうか、チェンマイ。チェンマイ好き。楽。うん、もう私、仙人みたいに、なんか電車で長時間の移動とか疲れる。わかるの、何が言ってるの。私はもう無理。仙人、余命宣告、余命宣告何ヶ月です。だから、あの、俺は過ぎたの、自分がいいというか、うん、あの、伸びとるわけね。まあ、いずれにしろ、賞味期限だからさ、これね、不思議なんだよ。うんうん、みんな足を削ったりかわいそうだなという気は思うかもしれないけど、本人はね、日々ね、よう、ここまで生きておれって言っても感謝の思いよ。本当にね、今年市役所から、ベージュの家を持ってきたんだよね。で、我ながらね、感動したもんね。正しくとか真面目に生活した人間じゃないんだ。もうやりたい放題で、言いたいことやっとって、それで、いやー、ここまで来たというね、ほんとに。公務員だったでしょ、うん、うん。真面目に働いてたね。いやいや、まあ、全然ダメだからな、まあ、言いたいな。そのね、思いもものすごく強いの。だから、全然不満がないの。おー、不満がない。幸せ。ありがたいね、幸せで。こうしてね、ご苦労やったし、こうやって若い人が遊びに来るし。やろうか。はい。やろうやろう。じゃあ滝にやります。で、この卵とかさ、卵屋さんがくれるんだよ。だからどんどん使ってもらったらいいんだ。やったー。ゴルくん、タコ。このテーブルがいいやろか、天然の。痩せたい、こんな時間。めっちゃいい天気。いただきます。いただきます。うん、おいしい。うん、おいしい。いける？うん、いける、いける。千人焼きそば言うて嬉しいな、これ。次どこ行く？ハノイにしようか。ハノイ、まあ、ハノイもほとんど見てやったけど、交通費が爆発してさ、バスが一番高いので45円ね、うん、それに乗ってバスの路線の終点、全終点の巡る、贅沢やで、それは。みんな2泊とかでさ、うん、人が見る同じとこしか見やんねえから、誰がバスの終点見に行くん。すごいな、スマホ使い切らせる。すごい、うん、返信もめっちゃ早いし、うん、長生きの秘訣？答えにはならんないけど、うん、年取った人はどうしてそんなに長生きしようとするのか、車と一緒に思った方がいいよってなる、うん、年式なの。私自身も車でポンコツだけれど、うん、そのポンコツになった時の態度が今の年寄りの問題なの。ポンコツになると一生懸命車の手入れするわけ。エンジンオイル変えたり、タイヤを変えたり、うんうんうん、車の手入れが目的じゃないんだ。車っていうのはドライブするのが目的だ。体を手入れしてる、サプリケンで飲んだり、うん、病院行ったりだけど、ここが重要なんだね、うん、車というのは廃車する時期が来とるんだ。だからさ、あの人たちはドライブしようと思って一生懸命手入れしてるけど、気の毒だわ。ドライブしようとする頃に廃車になるわけだ。だから、わしみたいにブラブラ外国出るやつ、年がおらんわけだ。わしは車はポンコツだから。もう寂しい時、エンジンももう至るとるわ、エンジン。足回りもタイヤももうガタガタだわ。だけど、
また動くうちにと言って、アクセルを強めに踏みながら、なんとかゴロゴロ行ってるんだ。楽しんでるわけ。9割以上は、まず車の手入れ。いかんはさ、産業とか政府含めて、老人の金と力をみんな車の保守の方に持ってってるわけ。同僚に誘んで話すと、それ安く行けて楽しいだろうなって、行きますか言うと、体の方を先行かない。わしの立派に車持っとるのに出ないの。車が大事なの。結局そのドライブ出る前に廃車になるわけだ。すごいいい話だね、これ。まあ、わかる意味。心の病ってあるでしょ。それが分からんだな。もうちょっと野生で離れてるのが原因だと思うね。だから心でなくて、都会の学校の子供が多いと思うんだ。田舎で育ってあんまりないと思うんだけどね。昔は実家だけだわ。夜うなされるとか、寝れんとか。何、五体満足で、それ、何を言ってくれるのかというね。そうか、昔は精神科ってなかったんだ。なかったよ、そんなのね。じゃあ、行動化によってできた病。そら、心の何なんていうか、そうね。で、かわいそうなのは、むしろ心の悩みはさ、真面目な人間多いんだ。あの乱暴な役者とか、チンプラあんまりおらんな、この悩み。あ、そうなんだ。落ち込んだりしない？落ち込むことはない？どう落ち込むの？落ち込んだらちょっとわからない。そう？あの、鬱になったり、鬱ない？で、わからんのになったことないから。あ、そう？もやもやもしない？いや、もやもやしてみたいと思うぐらいな。そう？ちょっと変じゃないか、逆に。畑をどうするかって悩むことあるけど、そんなもんは悩みであって、心の病はないわけで。草取りの手伝いせないかんよ。腐ったら俺でもできるんだ。あ、이거를 위로 올려달라고? 두 개가 안 나올까? 주의 있으나? 아이 시작했다. 사진 찍는 거 엄청 좋아하셔. 아이, 제가 9년 전에 이곳에 왔을 때 샌님과 나눈 이야기 중 가장 인상 깊었던 이야기가 선배. 젊은 사람이든 누구든 자기가 해본 적이 없는 경험이 있는 사람을 다 선배라고 하더라고요. 아, 이분에게 배울 게 정말 많겠다라는 생각을 했던 기억이 떠오르네요. 나게마. 이곳에 뗄감을 넣으면 일본의 오래된 전통 욕조 고에몬 무로가 데워지는 방식입니다. 네, 한국에 없어? 고에몬 무로? 제가 초등학생 때 기분 좋게 거래했어요. 맞아, 까메데, 까메데 아니야? 뭐, 이거 쇼브라 그래서. 美味しい。美味しい。うん。まあまあ、たまらん。うん。前ここ来たん9年前やって。だから、ああもう足も悪そうやしな。結構弱っとんのかなって思っとった。けど、結構元気。なあ、めっちゃ元気。びっくりした。いやいや、そんなことない。いやいやいや。食欲満点。来たから元気になったんだ。ほんま？いいこと言うわ。仙人はな。はい。9個乗る意味がわからんて。なんでたくさん乗ってもらっても安いのかそれがわからん。ディズニーランド行ってもうそうだけど、たくさんの楽しいんだろう。お金が取られてね、同じようにあの楽しい汽車をね、少しの時間乗って高く払うというのはわからんっていうの、ああこれは幸せだな。よかったな。こちらも楽しいな。うん、楽しい楽しい。モンゴル行ってみたいな。食べ物美味しくなさそうな感じ。じゃあ死ぬことないよ。もし大学の前に会ったら偶然だわ。
偶然わしの前が女房が作るのが一番うまいんだ。女房のご飯が美味しいのに、なんでドキドキここで一人で暮らす。ゆったりというよりもだらけるんだな。自分としてはだらけたら気持ちいいわけじゃないんだやっぱりな。こっち来たり外国行ってると、うちに帰ると本当に意味があるんだ。感謝の思いね。うちに行くと天国なんだ。四国巡礼退職をやったんだけど、巡礼ってどういうことだと思う？巡礼何が意味があると思う？思い通りにいかんってことやろ。そうそうそう、そういうことやと思うよ。人間ってのはね、環境に甘えるというか、不満で生活するんだ。あれをやると不満じゃなくなる。まだお湯を調べて、蓋取って。めちゃくちゃいい。ちょうどいい。うん、ちょうどいいかも。あ、そうか、ほんじゃそのまま入って、ちょっと、ちょっとお湯が少ないと悪いけど。うん、全然大丈夫。あ、진짜따뜻하다너무좋아너무좋아이제おやすみなさい、응、あ、おやすみなさい。なんか困ったら起こしてください。はい。じゃあ、이방이샌린숙소의손님방입니다。여기서2박을할예정입니다。이런거는조금무섭지。これ多分子供は怖いと思う。見たら。아아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 おはよう。寝れたかな。めっちゃ寝れた。10월말인데거의겨울날씨도느껴져서추워서다운자켓을입었습니다。온도11도네춥다코코소리스러워응収穫してきたエンドウとオクラ2本しかなかった。わしは数える方が好きなの。数える方が長生きできるさ。なんていうのは冷たいの印象が。生まれた子供が何歳？ゼロでしょ。ゼロ歳ってさ、ではないよ。せっかくこの生まれてきて、昔は生まれてきたら1歳だったんだ。そうらしいな。韓国も最近までそうやってな。最近変わったな。実際ゼロ歳って言う？言う言う。いいからだな。待って待って、これ2切れずつ乗せるもんで、うん、わあすごいね、2切れもあるんだ。せいで、いやありがとう。千人やるで、こんな豪華な最高だ。一枚を取って、うん、真ん中の共通のサラダを取って、うんうん、よし、じゃあこれ本当に、うん、いいサラダだろう。やろう、うん、あ、なんかこれ清掃した方がいい。そんなメスもございません。これ本当に美味しい。いやな、美味しい、ふわふわで。
よう考えたんなこれ。甘い足りない。ご飯ちょっとよそってて。あ、よそってかね、食べられへんかと思う。味噌汁はいらん。欲しい欲しい。味噌汁も欲しいって。え、さっきと一緒の量食べれる？うん。こんなん食べれんの？あ、食べん。もうちょっと多く。もうちょっと多く。もうちょっと多く。ありがとうありがとう。はい。で、足りなかったら待て。생선 두 점과 완두콩 샐러드 그리고 덧들과의 식사에 잔뜩 신이 난 샌님 그와의 다음 이야기가 이어집니다.